皆さん、こんにちは。女優のあき竹城さんが今月15日、大腸がんのため亡くなっていたことが分かりました。75歳でした。所属事務所によりますと、あき竹城さんは約2年前に大腸がんを患い、闘病していましたが、元気なあき竹城でご挨拶したいという、あき竹城さん本人の希望もあり、公表せずに治療を続けてきて、今週に病状が悪化したということです。そこで今回は、あき竹城さんの死因や、さまざまな噂を調査していきたいと思います。今回の訃報に対して、所属事務所が発表文を出しました。そちらを紹介します。2022年12月15日、あき竹城が、75歳にて永眠いたしました。ここに皆様からの生前のご厚誼に深謝し、謹んでご報告申し上げます。約2年前に大腸がんを患い、闘病しておりました。元気なあき竹城でご挨拶したいと、本人の希望もあり公表せずに、治療を続けてまいりましたが、今週に病状が悪化してしまい、このようなご報告となってしまいました。応援してくださった皆様、お世話になった関係者の皆様に、このようなご報告を差し上げることは大変残念でなりませんが、本人は全ての皆様へ感謝の気持ちでいっぱいです。誠にありがとうございました。マスコミ各社様にはどうぞ本人の気持ちに寄り添っていただき、取材はご遠慮くださいますよう切にお願い申し上げます。通夜並び葬儀につきましては、すでに近親者のみにて執り行いました。後日お別れの会を催す予定はございません。供花お香典に関しましても固くご辞退申し上げます。オフィスアキコ2022年12月20日所属事務所によりますと、あき竹城さんは約2年前に大腸がんを患い闘病していましたが、元気なあき竹城でご挨拶したいという、あき竹城さん本人の希望もあり公表せずに治療を続けてきて、今週に病状が悪化したということです。通夜並び葬儀につきましては、すでに近親者のみにて執り行われ、後日お別れの会を催す予定はないということです。そんなお別れにはあまりに早すぎたあき竹城さん、亡くなられる前までは何をしていたのでしょうか。あき竹城さんは山形弁を使った軽快なトークや飾らないキャラクターによりバラエティ番組でも活躍していました。そんなあき竹城さんでしたが、2020年をもって全てのレギュラー番組を降板し、テレビから姿を消しており、なぜ突然消えてしまったのか、その理由をニュースサイトニュースポストセブンが伝えています。あき竹城さんは2020年まで約8年にわたってバラエティ番組炎の体育会 TV にレギュラー出演していたほか、秘密の県民小極みにも山形県民代表として準レギュラー出演していました。炎の体育会 TV は2020年9月をもって降板しており、最後は新型コロナウイルス対策としてスタジオには登場せずに電話出演し、相変わらず元気に過ごしていることを報告していました。一方、秘密の県民小局はその半年前の2020年3月を最後に姿を消し、現在は橋本まなみさん、渡辺恵里さんが山形県民代表として番組に出演しています。そんなあき竹城さんについてニュースポストセブンの記事では、芸能プロダクション関係者が、あきさんはご自身のみが在籍する個人事務所な上に、オフィシャルサイトがあるわけではありません。また SNS アカウントを持っていないので近況は謎のままですとしています。続けて、何か私生活で事情を抱えているのか、それとも芸能界をフェードアウトするつもりなのか、年齢が年齢だけに業界内でも引退説やお体を心配する声が上がっていますと、芸能界引退説や健康不安説なども飛び交っているとしています。そしてニュースポストセブンは真相を確かめるためあき竹城さんの自宅を訪れたところ、関係者とおぼしき人物が取材に応じ、突然テレビから姿を消した理由についてはコロナ禍なのでしばらく仕事はお休みしています、一社に対応するとではうちもとなってしまうので、ご依頼は全部お断りしている状況ですと
と説明したとのことです。後日、代理人弁護士を通じて、あき竹城さん本人のコメントが届き、年齢的にもコロナが怖いため、仕事はお休みしている状況です、と現状を明かしたとしています。そんなあき竹城さんですが、芸歴が長い割に、プライベートの情報を明かさない。あき竹城さんは浮いた話もほとんどありません。しかし過去にはコメディアンのタコ八郎さんとの熱愛が取り沙汰されたことがありました。タコ八郎さんといっても1985年にすでに亡くなっていますので、知らない方も多いと思います。タコさんの本名を斉藤製作さんといい、1962年に第13代日本フライ級チャンピオンを獲得、パンチドランカーとなったため引退しました。引退後は喜劇俳優のユリトールさんに弟子入りし、コメディアン、俳優に転向。個性派俳優としても多くの作品で印象深い演技を見せていました。映画幸福の黄色いハンカチ出演や、笑っていいとものレギュラー出演などで活躍しました。つかみギャグであるタッコですは自己紹介ギャグの走りであり、コミカルな風貌と愛嬌のある言動で画面に出てくるだけで笑いを取れるコメディアンでした。コメディアン転向後のキャラクターと日本フライ級チャンピオンのイメージはかけ離れたもので、なかなか結びつきませんね。ですが幸福の黄色いハンカチで共演した武田鉄矢さんがプロボクサー時代の片鱗を伺わせる証言を残しています。それは撮影の合間に数人のチンピラに絡まれた時のこと。タコ八郎さんがぬーっと出てきてふわっと動いた次の瞬間、チンピラ全員が地面に崩れていたというエピソードでした。ボクサー時代はノーガードで相手に打たれ続け、相手の疲れを待ってラッシュをかける戦法を得意としており、これが人気漫画明日のジョーの主人公矢吹城のモデルになったと言われています。コメディアンとして第二の人生を切り開いたタコ八郎さんでしたが、ノーガード戦法のダメージは重く、夜尿症や健忘症などパンチドランカーの後遺症に苦しむようになります。そして人気絶頂の1985年7月24日、飲酒した状態での海水浴中に心臓麻痺で急死。当時レギュラー出演していた笑っていいともの生放送中、タモリさんによってその死が伝えられました。享年44歳でした。そんなタコ八郎さんと舞台の共演をきっかけに意気投合したあき竹城さん。パンチドランカーの症状が残るタコ八郎さんを心配していろいろと世話を焼いていたんだとか。そのためあき竹城さんとタコ八郎さんの熱愛が噂されるようになったようです。タコ八郎さんはあき竹城さんに好意を寄せていたとの声がありますけれども、あき竹城さんは7歳年下でありながら母と息子のような関係だったとテレビ番組で告白。そのため恋愛関係にあったかどうかは定かではありません。もしかしたら巷の噂をよそに二人は本当に純粋な友情で結ばれており、お互いが困った時は支え合う関係だったのかもしれません。パンチドランカーの後遺症に苦しんでいたタコ八郎さんを献身的に世話していたのがあき竹城さんでした。飲酒が多いことをたしなめたり、きちんと食事をとるように忠告していたようです。タコ八郎さんを大切に思っていたのは確かですね。死に至る海水浴に出かける直前、あき竹城さんはサイパン旅行に誘われたそうですが、忙しいことを理由に断ってしまいます。タコ八郎さんの死後、断ったことをとても後悔したそうです。タコ八郎さんが心臓麻痺のために亡くなった時、葬儀であき竹城さんは号泣。自分がタコ八郎さんを死に追いやったと思い続けたあき竹城さんは、その後27年間一度もお墓参りをすることはありませんでした。27年が過ぎ、ようやく墓前で来世でのサイパン旅行を約束することができたそうです。2022年で75歳になったあき竹城さん、すでに孫がいても不思議ではない年齢ですが、プライベートについてはほとんど明かさず、とりわけ結婚や家族について語ることはありません。サービス精神が旺盛なことでも知られるあき竹城さん。そのためあき竹城さんが独身と思っている人も多いのではないでしょうか。実はあき竹城さんは1988年に結婚しています。
1988年4月26日に平岡久典さんという服飾関係の仕事に携わる8歳年下の男性と入籍していますが、婚姻関係が今も継続しているのか、子供はいるのかといったことは一切公表されていません。タコ八郎さんの死去から3年後の結婚になりますが、アプローチは阿木竹城さんからだったようです。阿木竹城さんのキャラクターを考えると意外な気もしますが、とにかく私生活の情報はほとんど発信されていません。キャリアが長い割にはプライベートが謎に包まれている芸能人がたまにいますが、阿木竹城さんもその一人と言えそうです。料理人の結城貢さんや俳優の小野寺明さんが旦那という噂もありました。ですが結城貢さんの妻は女優の泉淳さん。また小野寺明さんが結婚したのは1963年頃ですので、どちらも誤りです。また山形県米沢市で6人兄弟の末っ子として育った阿木竹城さん、3歳の時に父が他界し、母が行商をして一家を支えました。子供の頃からダンサーに憧れていた阿木竹城さんは米沢市で唯一のダンス教室に通い、中学卒業後に上京してダンサーとしてデビュー。ムードダンサーとして日劇ミュージックホールに出演しています。元ストリッパーという噂はここから出たのでしょう。ショーの合間のコントでセリフを山形弁で喋った際に観客に大受けして、ダンサーからタレントに転身。1977年のトラック野郎、度胸一番星でもトップレス姿を披露しています。今村翔平監督に抜擢された1983年の奈良山節子では夫役の尾形健さんと大胆な濡れ場を熱演。奈良山節子はカンヌ映画祭でパルムドールを受賞し、女優としてのターニングポイントになりました。女優業の枠を超えてバラエティ番組でも人気者の阿木竹城さんですが、先日亡くなられたことが発表され、 SNS では多くの人が信じられない、悲しいといったコメントを残していました。今まで多くの人に笑顔を届けてくださった阿木竹城さん、ご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。